萩駅は山口県萩市大字椿あざ俗淵にある西日本旅客鉄道山陰本線の駅。萩駅を名乗っているが、萩市役所へは隣の東萩駅の方が近く、またかつてこの区間に運行されていた特急、急行列車も東萩駅に停車し、ごく一部の急行を除いて、当駅は通過していた。JTB 時刻表でも萩市の中心駅は当駅ではなく東萩駅としている。また、2017年6月17日に運行を開始したトワイライトエクスプレス ZIF 1泊2日において、当駅からでもコースルートとして乗車可能となっている。相対式ホーム2面2線の構造を持ち、交換設備を備えた地上駅。駅舎は上りホーム側にあり、下りホームへは増田寄りの跨線橋で連絡している。長門鉄道部管理の無人駅となっており、自動券売機等の設備はない。現在駅舎半分西側は、萩市自然と歴史の展示館となっている。案内上の乗り場番号は設定されていない。駅舎構内は2分割されている。東萩駅寄りの部分が現在の駅であり、自動販売機、待合用の椅子と時刻表が設置されているだけである。かつてはキオスクも存在した。一方、区切られた部分から西側は萩市自然と歴史の展示館となっており、萩の自然や歴史を紹介する展示と、萩市出身で日本の鉄道の父と称される井上勝に関する資料なども展示してある。また、国鉄時代に使用されたものが置いてあり、さながら鉄道博物館のようになっている。12月下旬から1月上旬はイルミネーションが飾られている。萩市の中心市街地より南側に位置する。国道262号がすぐ近くを走る。道道の橋本橋を渡ると、市の中心部のある阿武川の三角州に入る。国道262号より1日の平均乗車人員は以下の通りである。ありがとうございます。